コロナ禍で激動する、この国際情勢の中で、我々、どのように生き抜くべきなのか。人生100年時代、なった今、大切な資産を、いかに運用し、次世代と引き継いでいくのか、皆様と共に考える、オンラインプレミアムセミナーです。第1部基調、円コロナ禍は、国際秩序に、どのような影響を得るか作家、佐藤優さん第2部資産運用、相続、別公演コロナ後に求められる新、分散投資サストン、キャピタルマネジメント代表取締役 CEO、岡野大、代表取締役 CIO、山口正史託された思いを、命のうつつ、国境なき医師団のご紹介国境なき医師団、本遺贈寄付専任担当、荻野和信、今尾礼子日、9月8日、水曜日13時30分から15時15分。予定13時よりアクセス可能会オンラインでのライブ配信となります。事前にウェブにて登録いただき、ご登録いただいたメールアドレスに後日視聴用の URL をご案内させていただきます。定員1000名参加費無料。事前登録制応募締め切り9月3日18時お問い合わせ文藝春秋メディア事業局@文藝春秋。gbunshun.co.jp 電話 0332886550 平日10時から18時除土日祝主催文藝春秋メディア事業局協賛企業サストンキャピタルマネジメント協力国境なき医師団ご応募の際ご記入いただきました個人情報お名前ご住等は文藝春秋メディア事業局が取りまとめ協賛協力企業に提供し弊社協賛、協力企みで管理いたします。個人情報は、文藝春秋、協賛、協力企業で、社外費として、適正に管理されま、文藝春秋、協賛、協力企業、関連企業、提携会社、取扱商品、サービス等のお客様へのご案内、予備商品開発やサービス向上のために利用、させていただくことがございますので、あらかじめご、受けたまわりください。文藝春秋目次、芥川賞発表受賞作、作全文掲載、石沢まいりこと本、単独インタビュー、台湾、蔡英文総統2021年9月号2021年8月10日、発売定価1100円、コム、